浜田駅 北口で街頭演説してきました。で、高校生もねバス待ちしてたんで、宣教師ザビエルは宣教師じゃないっていう話したんですよ、スパイだって言って、であと織田信長の右腕の黒人武士の話もさせていただいて、まあ、高校生とかが少しでもね歴史いい国作ろう鎌倉幕府なんて覚えたってのは社会に何も役に立たないって言ったら、そうだっつって高校生そうですねみたいな感じでこう過ぎていったんですけど、やっぱこう歴史をですねちゃんと調べると面白いこといっぱいあるんですよね。黒人あの織田信長の右腕のね安家っていう黒人武士の話なんか最高に面白いですよね。ザビルが連れてきた奴隷をね俺に起こせっつって、あの黒人を初めて見たからなんでそんな汚れてるんだ洗えっつって洗ったら肌が黒くて、あそうかそういう人間かって納得した織田信長の話で、その後にね安家が大活躍ということで、あのすごい、まあ、歴史をねこう興味持ってもらうことがあのスタートかなって思ったりして、であれですね、あのそういう話がなんかちょっと引っかかればね、こうフックみたいに高校生またなんかこう目覚めるというかねかなと思ってそういうお話させていただきました。でゆっくりさんチャンネルさんでですね、毎日あのツイッター上げてるとどっかで移動中にっていうんですけど、そうなんですよ、あのちょっと見てください、これ僕島田市の今日はあの市役所の駐車場にいるんですけど、なんかこうレンガがすごいレンガがなんか多分調べると多分なんか歴史あるレンガだと思うんですけど、レンガのところがですねもうボロボロですけど、あの駐車場に来ると喋ったりしています。ゆっくりさんチャンネルさん取り上げていただいてありがとうございます。はい、ということで今日は議会特別委員会がありますので行ってまいります。そしてまた私は維新ではございません、緑ですが島田市 緑茶化計画ということでになっております。はい、それでは行ってまいります。